2番コナンインプレス452キロ増減はマイナス5キロ岩永千秋重量55キロ。第2競争を迎えました。 C230 組の8頭立て 1300m のレースです。4コーナー付近でのゲートイン、奇数番号はいずれも終わりました。偶数番号各馬、つい先ほど1500勝を達成した永田幸氏とバンビー成田、レンゲ、コナンインプレスまでが入ります。ゲートインは最後に天山セレーネ。第2競争の枠入りは終わりまして、スタートを切りました。一呼吸後手に回った7番桜デイブレイク、先行争いは2番コナンインプレス、そして6番バンビーナリター。永田幸人がバンビーナリターをなんと先頭に持っていきました。そして5番スイートバーグマンが上位集団の一角に加わりました。その後に7番桜デイブレイク、4番レンゲと続きます。直後1番の天竺、候補2とは少しだけ離れて3番天山ダンサーと8番天山セレーネ、向こう上面に入りました。6番バンビーナリタが逃げています。体半分くらいのリード、外に5番のスイートバーグマン、永田騎士と鮫島克也、両名とも必死に追います。その後ろに2番コナンインプレス、並んで前にじわっと出始める7番の桜デイブレイク、4番レンゲまでは差がありません。あとは4馬身以上の差、離れて1番天竺、また大きく遅れて8番天山セレーネ、3番天山ダンサーの両馬、4コーナーのカーブへ、6番バンビーナリタ、ほんの少しのリード、並んだ7番の桜デイブレイク、そして2番のコナンインプレスが3番手で、5番スイートバーグマンは4番手に下がりました。残りあと200m、勝つのは誰なんでしょうか。内から2番のコナンインプレス、内からコナンインプレス、外から7番の桜デイブレイク、6番バンビーナリタ、やや遅れた3番手だ。先頭2番コナンインプレス、コナンインプレス、桜デイブレイク、並んで5輪もコナンインプレスの方でしょうか。内は2番のコナンインプレス、外が7番桜デイブレイク、その後は6番バンビーナリタです。2番のコナンインプレスと岩永千秋が勝っているのかどうか。現在場内テレビの画面の方は2号馬のアップに変わりました。2番コナンインプレス、ここを制しておりましたがコナンインプレス、佐賀のコースの戦績が3戦1勝、そしてコナンインプレスに取りました通算で4度目の勝利ということになります。タズノをさばいたのは岩永千秋でした。佐賀に移籍して今日初めて騎乗しました。そしてこの第2競争は2戦目でした。どうやら岩永千秋、佐賀のジョッキーとして初めての勝利を挙げたようです。さてリプレイの映像出ました。かなり際どいんですが、馬体がぴったり並んでいる分だけ分かりやすい結果。うち2番コナンインプレスが勝ちました。そして頭から首差はありません。7番桜デイブレイクです。2馬身差、今日はなんと逃げました。6番バンビーナリタ、その後ろに5番スイートバーグマンでした。離れた5着に入っていたのは誰なんでしょうか。4番レンゲでした。勝ちましたのは2番のコナンインプレス。佐賀のコースは初めての勝利、通算で4勝目。そして岩永千秋、佐賀に移籍して初勝利を2戦目で挙げました。